かっこいいよ。くーほら、よー見とき、よー見ときよ、向こうから来るから、うわーほら、よー見ときよ。いやー、なかなか出ないのよこれ。いいか、くり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 って来るから、ほら来た、ほらほら、うわーほらー、マジでやばい、綺麗だね。えけお、流星。おお、回った。これは来るぞ。来るだろう。これで。止まれ。ストップ。待って待って。ストップ。お前か。お、よし。ありがとうございます。ありがとうございます。いいよ、来いよ。はい。ちっちゃい。ああ。大丈夫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 。これ外したら出すよ。何を何を出すんだよ、出すなよ。もう息子出しちゃうよ外したら。いらない、そんなのは。おい止まんなよ。また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 、よし、逆バージョン。あ、これ逆ちゃう。321は、あ、今日これ当たりだよ。よーし、多分ね、多分これ当たった。よし、当たった。当たりました。ほら、スターチャンスだよ。ほらハンマーチャンス。古いっすよ。あ、そうだ、ヨーダ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 、止まれ、止まれ、行っちゃえ。やめて、嘘だろ。バサ、兄さん、バサ。ようやく来ました、橋本さん1回目の大当たり。残念ながら確変昇格はなりませんでしたが、私も撮影スタッフもほっと一息です。まあそれにしてもよくぞ当たってくれました。前半戦でも訂正しましたが、スノーウォーカーリーチの SP は全て数字が逆送りです。決して大当たり確定ではありません。私の勘違いでした。何みんな笑ってんの。こっからだよ勝負は。追いついてらっしゃい。おい裏返ってくるな、こっからって。まあ一回ね、ずいぶん時間かかったけどね。ねえ、あおかしい。失礼します。うるせえよ。もう高ぶってるから今これ。ちょっとつけてもらっていいですか。失礼します。男の人につけたら初めてかもしれない。多分行っちゃうよこっから。行っちゃって、こっから行くから。あ、止まっちゃってるから、ドッピャーとね、行くよ。いやいや、ドッピャーじゃないです。いや、ドッピャーは大丈夫ね。ドッピャーは用語じゃないの。壊れてる俺。壊れてる。嬉しくて8点も。失礼します。
かんないんだけど、一回も。橋本さんも白旗を上げる怒涛の11連チャン。この時は気にも留めていませんでしたが、いつの間にか番組の最高連チャン記録を更新していたんですね。こうなると隣でお腹を空かしている橋本さんには悪いですが、行けるところまで行ってくれっていう感じです。ありがとうございます。私も人のことを言えませんが、橋本さんって子供みたいに喜怒哀楽がはっきりしてるんですよね。そこが彼の魅力でもあるんですが、つとむくんに裏切られたのがよほどショックだったのか、この後オカルトチックな発言が目立ち始めます。148やったから、まあお詫びの210ぐらいですよ。もう一回ね、つとむは多分赤色で来るから多分。赤っと。もう一気にテンション下がったもんこれ。
そうだよ、半分だ。というわけで、前半戦の大枠フラッシュから始まった連チャンは番組新記録の12まで伸びました。費やした時間は1時間40分。改めてマックスタイプの威力を実感することができました。ほんとすごいです。さて、本日体感している機種は三強の CR フィーバースターウォーズ ZF です。大当たり確率 496.5 分の1、核変突入率 68%、 大当たり出玉が約1810個で、全ての大当たり終了後に100回転の時短がつくマックスタイプです。ついに実現した SF 映画の超大作スターウォーズとのタイアップ機、初期3部作をモチーフに宿敵ダース・ベイダーとの戦いをパチンコで再現した注目の一台です。 C3PO や R2D2 が活躍する予告演出、
そしてスピーダーバイクリーチやスノーウォーカーリーチなど映画のシーンさながらの迫力ある演出はスターウォーズファンのみならず誰もが興奮できること間違いありません。それではお店の方にプレゼントを紹介していただきましょう。寒いな、はい、しかし心も体も本当だよ、財布も寒いな。はい、というわけでただいま食事休憩が終わりました。後半戦は清の逆襲ということで始まっているわけですが、さあ後半戦でございますよ。もう始まっています。始まっていますがどうします？あのね、今日正直、うん、何してんのかな、俺っていう。最高、もう何やってんのかなと思って、ね、うん、最高の店が作っちゃったよ。リーチ特集を見せてるっていうなんかね、いいんだよ、寒いな。いいよ、ギブアップしても。ギブアップどうする、うん、できる、せんよ、せんの。そりゃそうよ。でもこのままじゃね、うん、行き下がれんね、うん、どれぐらいで、え、台は映る、映らん、映らん、映らんね、それはとりあえず、とりあえずあの1万円だけ様子見させてもらおうかなと。1万円で様子見ると、うん、そう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 、いうわけでね、まあ、うん、ことごとくね、あの姫の台はね当たるなってわかるんやけど俺の台当たらんよ。あんた気がしないっていうだけじゃなくて、気がじゃなしに、あれね、誰やったっけ、吉尾くんじゃないわ、あ、違う、あ、つとむ、つとむ、つとむ、ようやく起きてきよったなぁ思ったら何もせんと素通りしていきよったからね。つとむ出そうじゃ、ね、出そう、頑張って、赤色のつとむ出すね。それはない。、まあ、とりあえずあ、やるよ、反省をね、まあ、このままじゃ帰れませんもん。振り返らんといかんでしょ。何、いい、振り返って、いいよいいよ、振り返り、じゃあどうぞ。もう私がですね、2連ちゃんの12連ちゃん1枚じゃね収まらなくて12連チャンしました。おー、めくれんのやけど。めくれない。優しいね、キュウさんってね。いやいや、そう、2連チャンの12連チャン14回、そしてあれ、キュウさん出たわ、あるやろ。見せたくない。見えんでしょ、それじゃあ6万円、6万円貯金したんね、今、うん、貯金して、うん、預けてるだけね。で、まあ8、ええ数字やね。ねえ、うん、末広がり、うん、うん、でね、これ何が納得いかんっていう、このチャンスタイムで100回でリーチなし。1回もね、うん、ありえるから。これでも嫌な予感したんやけど、うん、だいたいこういう後ってこのまた 200回転ぐらい以内にね、200行くまでに当たるんやね、普通。俺的には、俺的にはで148回かなんか9回の時に来たんよね、うん、そう、来たね、そのストーム君がね。ダメやろ、いや、歌には分からんけどね、うんうん、今だいぶ暇にしとるから多分すぐ出てきよると思うよ、行ったら、うん、じゃあもう早速行きましょうか。もうええよな、これ、ね、もう見せたくないよね。そうそう、もうやらんと、ね、もうほんとモザイクかけといてほしい。分かった、行こう、行こう、はい、じゃあ行きましょう、はいで、ただいま私の足元には9箱、そして手元に1箱、計10箱あるんですが、清さんはゼロ。買ってきた？ほら、何やったの？買ってきた？買ったよ、もう。買ってきた？じゃあまた、いいよ、ね。それでは、後半で再開します。よし。やるわよ。おばちゃんみたいに。こうやって誰よりも最後の。ご飯いただいてね。なるほどね。まあ少しは機嫌が良くなったとはいえ、さらなる追加投資が始まるわけですから、テンションが上がるわけありません。でも今回はマックスタイプです。何が起こるか分かりません。展開次第では、私の逆転負けも十分あり得るわけですからね。とにかくここからが正念場と言えるでしょう。
ピヨとアイスケーキ。はいはい、なんか惜しいのは来るんやけどね。まあね、なんか惜しいっていうかリーチはいろいろ来るんだけど、あと2500円ですよ。その間にどうこんなの初めてだよ。今のパチンコはあるんです。やっぱ、あ、腕腕、あ、あ、これも動いたよ。お、これ結構いっぱい来たよ。ストップ腕とかじゃないわけよ。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。ああ、ストップじゃなくても来いよな。やめるか。
だ、昼飯食ってないよね。ボケ始めてる。さっき食べたね。というわけで続投を決心した橋本さん、ここから本領を発揮してくれると思ったんですが、それもつかの間、全く落ち着きがありません。人のことを気にしてる場合じゃないんですけどね。口を開いたかと思えば、当たらない、当たる気がしないと愚痴ばかり。そのうち黙り込んでしまいました。実戦スタート直後はそれこそハイテンションで喋りまくっていたんですが、今はご覧の通り。そしてなんと禁断の大移動です。まあこれは大ハマりを食らった橋本さんを見かねて番組プロデューサーが OK を出したんですが、本当はね、1000円で30回も回る台なんてめったにないんですから、決して動くべきじゃないんです。案の定3分も経たないうちに戻ってきました。一体何をやってるんでしょうか。そして今度は電話をしてくると言ったきり、なかなか戻ってきません。もしかして逃げ出したのではないかと撮影スタッフも心配し始めました。ようやく戻ってきましたが、すぐに台の前には座らず、なぜかフラフラしています。時間がもったいないですよね。まあこんな調子じゃ大当たりなんて一生引けるわけありません。はい。
またお前かよ。あ、ダメだ。清志兄さん、これそうそう、配っといてって言われて、わー、
3名様いただきました。これ本当書いてるからね。本当わありがとうございます。そしてこれね、あとはあの僕が現役の時にかぶってたこれが、これあの現役の時に、この時は強かった俺は、うん、まだ良、うん、かった時ね。いいの、こういう大事なものをいただいて。あ、いいよ、うん、私が欲しいんだけど。あかんかんかん。これをね、ちょっと、とりあえずあのサイン、で現役時の背番号と、背番号とサインはいいけど、うん、何この50年じゃん。いやいやいや、書いておきたかったの。そうそうそう、忘れんなよと。かわいいね。いやでもこれはこれすごいよ。まあ売ってないからね。売ってないよね。私いただいていいかしら。あ、もうこれで価値が下がったね。そんなことないわっていうかね、もうめそうないね、もうね、いただきましたんで、あのだから私には玉をください。一個あげる。まあ今日のね、せっかくこう来ていただいてこういう結果になりましたが、最後に感想を一言。だってなんかこう今日のそんな、あ、今日のね、まあ楽しかったですよ。でも楽しかったけど、スターウォーズは二度とするもんか。それはでも正直な気持ちかもしれない。もうこれはある意味合う合わないあるからね。人でもあるでしょ、台でもあるから、メーカーでもあるでしょ、好き嫌いが。早く、あ、そうだ、お店に言おう。この台持って帰っていいって。後で交渉してください。後で交渉して、うん、ね、まあでも良かったですよ。でもよくはないよね。家帰りたくないもん。怒られちゃうよ。やばいねこれ。怒られちゃう。怒ないね。まあその時はいつでも電話ください。私フォローしますから。いやー、やばいなこれ。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に一言、決め台詞を言わすの、言わして、3、2、1、パチンコ大好き。お兄さん、お財布忘れてるよ。肝心なね、これ持って帰る、置いてっちゃいかんよ。泥棒、気をつけてね。泥棒、ありがとう。泥棒、本当帰ってっちゃった。本当帰ってっちゃった。いただきましたんでね、もう皆さんぜひご応募ください。あー、すごいなこれ。あー、何かが起こると思ったよ。だって大雪だもん、あるなのに。だって春らしい格好を今日してきたのよ。この下に着てるんだけど、薄着のね、薄手のシャツ着てきてるんだけど、移動中はもう寒くてしょうがなくってこれ着てきたんだけど、脱げないもん。雪は白いし、何かがあると思ったけど、やっぱりね、データに如実に出てるよね。と言ってる間にまた一箱、これで4箱 ?3 箱 ?4 箱か。うわ、早いなぁ。今3箱を飲まれて、540。ってことは440? え?100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 ?
れて今のこと。ダメだね、男っていうのは本当に思うけど、男っていう生き物はダメ。もう下手ね、もう 生きてること自体下手ね、本当に。女のが肝が座ってさ、もうねえ、あいつほら、あいつが出てきて、そういう気持ちよ。情けないね。
売店。いらっしゃい。100回で 100% じゃなかったの？うっそー、マジで？本当？あいやー、つかの間の喜びでよかった。清さんいなくて。姫、嘘つきなんて言われちゃうよ。いや、完全に嘘つきです。私、本当に嘘をついておりました。今さら知った衝撃の事実。冒頭でも訂正しましたが、 SP の場合は必ず数字が逆送りになるそうです。穴があったら入りたいとはまさにこのことを言うんでしょうね。本当に恥ずかしい限りです。ママ、ごめんなさい。私ママに嘘ついてたわ。逆フラグ切れば当たり確定とかしたけど、ママごめんなさい。約束しとけよかったな。負けたらしてこうしてみたいな。なんか試合の間に清さんが入ってチャビト人形と踊れとかさ、こうパチンメ13時間大会とかつけてさ、宣伝がてら踊れとか言っとけよかったね。それかもう実況中継の時にね、番組に宣伝しとけとかさ、それどころじゃないぐらいね、回らなかったからね、ストロークが見つからなかったもんね。おー、話をしてたらつとむくんが出てきた。つとむくんが、つとむが、私の足元に6箱、残すことができまして、まあちょっとですがね、勝ち越すことができました。まあ完勝と申しますか、まあ勝って当たり前のような、今回の私はマジ目だからっていうのはね、まあ、ところもありますけれども、まあなんとかね、最後の最後までバトルしておきたかったような気もするんですけれども、まあこれはしょうがないね。まあ、というわけで本日の13時間がここで終わるわけですが、早速、ね、集計していただきたいと思います。
はこちらとなりました。はい、というわけで本日の実践パチンコウォーズが全て終了となりました。まず私のデータをですね見ていただきたいんですが、最初7000円で2連チャン、その後ね久しぶりの追加投資が入りまして、どうなることかと思いきや、まあ、なんと格変が続きましてですね、珍しくこのまま後半戦に突入しました。そしてですね、12連チャン続いたんですね。これがね番組史上初の連チャンなんですが、まあ、食事休憩が終わりまして100回時短から始まったんですが、まあ、最後の最後までね、食事休憩後当たりを引くことができず、結果総投資金額24,000円、大当たり回数14回、大当たり出玉が12,239個となりました。そしてですね今日のスペシャルゲスト、橋本清さん、ね、私の友人でもある橋本清さんとね、本当は、まあ、番組史上初の3人でのエンディングということにしたかったんですけれども、まあ、お帰りになってしまいまして、私がね清さんのデータも、ご紹介しますと、まあ、なんと6万円、ね、入れて1348回転で単発引いて当たり1回、もう100回時短で1回もリーチがかかることなくまた追加投資して、605回転回して、もう俺は帰ると、当たる気が出ないから帰ると言ってね帰られまして、総投資金額なんと8万円、大当たり回数1回、まあこれも番組史上初でございます。まあね楽しかったんですけれども、まあ、最後の最後までいてくれなくてね、まあ、ちょっと見損なっちゃったかなっていうところもあるんですけれども、まあ、それは置いといて、清さん、今日は本当にありがとうございました。すっごい楽しかったです。まあね、この企画1年がかり、約1年がかりでね実現できたスペシャル企画、まあ、パチンコウォーズっていうことでね、まあ、清さんにも大雪の中来ていただいて、今日はねもう2人で頑張ろうねなんて言ってたんですけど、まああんな結果に、ね、なるとは誰も予想してませんでした。もう番組史上初、伝説の男とはあなたのことです。まあね一言言わせていただければ、まあバトルするなんてあなたまだ10年早いわよ、私に、私を誰だと思ってんのってね、まあ言いたいところなんですけれども、まあ、最初は元気よく行っててもね、だん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 こうへこんできた姿を見てね、あんな大きな図体しても可愛い人だなっていうことがね分かりました。もうその一面がね、まあ、見れて本当に清さんと、一緒にいられた時間、私にとってね貴重でした。まあ次回は何ですって、嫁の逆襲よろしいんじゃないでしょうか。いらっしゃい、もうねスペシャルゲストも有名人でも誰でもね、私に対戦する相手がご紹介したい人いたらいつでも連れてきてください。というわけでね、襲来お待ちしております。パチンコ大好き早乙女珠希でした。うわすごい。